皆さんこんにちは、こんばんは、エルザです。今回は索敵能力アップで対面を有利にについて解説をしていきたいと思います。今回は後衛で大事な索敵に関してっていうところですね。本作はマップは隠れる場所もそれなりにあるので早く見つけるっていうのはとても重要なことです。ただ後衛の場合、離れた場所から敵を見つける必要があるため探すポイントを抑える必要があるっていうのがありますね。そこで今回は3つのポイントとして索敵の方法を紹介したいと思います。それでは最初はいつも通り普通にプレイした動画を流しますので、解説が気になる人は概要欄から飛んでいってください。それではスタートです。はい、では始めていきましょう。高足だね。高足は結構ね、弓にとって有利な感覚はあるけどね。あとはちょっと後衛が2枚いるんで、頑張ろう。相手のクゲルがちょっとしんどそうだな。これ初動割れるかな。あ、割れた割れた。ナイスナイス。上。あそこな、抜きづらいよな。どうしよう。上登るべきか。降りてきたね。いやー、こういう時な、攻めるか、行くか結構悩みどこなんだよな。あー、10発来た。逃げる。倒したけど逃げる。よし、取った取った。いいぞー。ここ3枚1人取れたのはでかい。これ前出れるイグザミナ。イグザミナさん。イグザミナさん。ナイス、ナイスすぎる。ありがとう。いや、無理。無理なんよ。そこはね、まあ、乗っただけね。で、味方が繋いでくれるかな。これどうしよう、塗ろっかな。寿司が落ちてる。ドリンクあるけどな。まあ。当たんねえ。マジか。金網からの、金網って難しいよね。いやー、スパジャン狩りできなかったらもったいないな。さあ、ここはちょっと防衛ターンだね。まだ味方が頑張ってる状況だから、まあ、いい感じなんじゃないかな。下いる。これ、うわぁ、無理か。無理。ウルショは無理。マジでなぁ、ウルショだな。で、そこいる。よし、ち。で、ここ持って、もうエナドリ置いてくれてるからね、行った方がマシだよね。行け行け。下来てない。いたいたいた。ナイスナイス。それね、それね、厳しい。ナイスナイス、イグザミナ。イグザミナネットのカバーが上手だね。あ、これ多分。ああ、大丈夫だ。意外と。相手の弾が届きますね。やばい、クゲかー。寿司さんが一応前張ってくれてる。ただ中央がほとんど取られてるんだよね。あー、ナイス塗り。こっからもっと押し込みたい。あー、ナイス味方。ただそれはさすがにだよな。マッシャーいるよなー。いや、気づかないよねー。まあ、しゃあないね。とりあえず左。右投げて、ナイス。左は行ってくれたね、味方がね。痛い。あー、クゲがないかしんどいねー。射程を付けられるとねー。やっぱ強いよね、相変わらずメインがね。とりあえず生きて。これどうかな。まあ、関門はね、もう。とりあえず、絶破をしっかり落とすところから。よし。とりあえず、これで、OK。いや、メガホン刺さった。いいね。
ただここからな、クゲがね結構張ってるからな。そこいるよね。無理やな。それは無理だな。味方割ってくれてるから、これどうしようかな、持つか悩むね。状況的に持ってもいいかな。まあ、別に持たないでガンガンやるのもありなんだけどね。そのウルショよな。いやマジで最近ウルショにしかやられてない記憶あるんやけどな。てかウルショの枚数が多すぎる。またジェッパ、もう一発当てたいね。とりあえずあの人が無理やり持ってくるか、持つかな、持ってくるかな、ホコ持ち。とりあえず、あー今のダメ。あーマジかー、今のクゲやれたと思ったんやけどな。よし、まず前衛、よしよし、2枚落ちて、ダメ、ごめん、やっちまった。あ、これはウルショ、おー、ナイス。味方のスペース最後ナイスだったね。いやまあまあ攻め切ったけど、もうちょい早く攻められてたらやばかったね。はい、ということで試合に関してはねここまでとなります。それではね本題の方に入っていきたいと思います。それでは本題に入っていきます。今回のテーマは索敵能力アップで対面を有利に、について解説していきたいと思います。スプラは壁裏やインクの中など隠れる場所が多いですよね。そのため索敵や対面を仕掛ける上で大事な要素となってきます。まず一つ目の索敵ポイントは角を見ることです。マップにはいろんな建造物がありますが、この角を見るだけでだいぶ変わります。例えばですがこの画面、この位置から見る角の位置としてはこんな感じになります。結構丸の数多いですよね。角といっても曲がり角だけではなく降りる段差などいろんなところを見ています。建造物単体で見るとしたらこの位置の角を見ますね。角を見るだけでも多くの場所をチェックできるっていうのがわかるかと思います。ある程度角が見れるようになると視野も広がって敵の発見が早くなるというわけです。どこを優先したいかわからないときは一番近い場所や通りたいルートを見るようにしましょう。この考えで索敵をする場合はこの辺りを見ることになりますね。攻撃の手段としてはメインやサブといったものを使います。一箇所見たら次は別の角を見るっていうのを繰り返して索敵の範囲を増やしていきましょう。意外とこの角を見るだけで敵の隠れている場所や発見につながります。視界のいい場所から角をしっかり確認するっていうことをしましょう。続いて2つ目の索敵ポイントは通路を見るということです。これは1つ目の発展系となります。まず通路を見るといっても通れる場所が多いのでどこを見るべきかっていうのが分かりませんよね。そうなると見る場所に困ってしまいます。そこで活用するのが1つ目の角となるわけです。スプラにおいては異界移動ができるといっても隠れてから段階を踏んで移動します。隠れる最初の場所は建造物の裏っていうことが多いのでこういった角から敵が攻めてくるんですよね。この場所のように角からつながる通路を見るようにして敵の動きがないかを確認するようにしましょう。仮に通路が塗られていた場合なんですが軽く塗り直しておくのがベストです。索敵の重複や奇襲防止になりますので索敵完了の証として塗ることをお勧めします。まあ、軽くね、塗るっていうのが大事ですね。続いて、3つ目の索敵ポイントは、塗り場所を見るっていうことです。3つ目ですが、1と2ができても、これ次第では索敵能力は上がりません。というのも、スプラにおいては、インクに隠れたりできるので、インクの見落としが索敵ミスにつながるっていう場合があります。例えば、この角付近から通路に対して足場塗りがされている場合、死人だけだと、結構危険なんですよね。この場所は敵前衛の戦闘機は前進するきっかけになるインクとなるので無視するといつの間にか近づかれてるという可能性があります。こういったシーンの足場の塗りは無視は結構危険な行為なんですよね。
波動を見ているので索敵ができないっていうのがあります。ここで塗り場所を見ることが大事なのは、角付近から通路に対して足場の塗りがされているかどうかっていう点です。中央や自陣に向けて塗られているようであれば、そのあたりに敵がいる可能性が高いので、その位置を索敵するようにしましょう。逆に塗られていなくても角周りが塗られているようであれば、その場所に留まっている可能性が高いです。建造物周りの足場が妙に整っていたり、インクが飛んでいるようであれば、敵がいる可能性っていうのは非常に高いですね。まあ、こんな感じで索敵をするだけでも大きく変わりますので、3つのポイントを押さえておきましょう。意外とね、索敵って大変なんでね、ぜひ活用してみてください。じゃあ動画の方もね、まだ残ってますので見ていきましょう。結構ね、イケイケな感じで攻めてますが、こっから抑え込みだね。あんこは無理。あんこ、よし。あんこはね、もう強くなったからね、爆風がほんとえぐいよね。これ、壁裏にいるのを横速して今打ってますね。あんな感じで、索敵で角を見てると当てれるようになります。まあ、足場が取れれば取るほど、角が実は読みやすいっていう。さあ、ちょっとね、味方のデスを招いてしまったんで、やべ。やべ、やべ、やべ。ハンコいけまさかのさ、もう追っかけるの諦めてたもんね。まああれ、ハンコはな、イカロールでも無理だもんな。さあ、やばいね。あ、ナイス味方。ドリンク遠め。あー、そっち行ってくれるの、そっち行ってくれるのはね。いや、簡単。ダニタンクやっぱ強いよね。最近自分でも使うけど、やっぱ使われると辛いな。うるしょナイス直だった。あー、これはこっちは架空のうるしょですね。あー、いいね。あー、ナイス。いやー、まあまあこんな感じで索敵で角を見ると、まあ倒しやすいというか探しやすくはなります。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラン動画やその他のゲームも随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。